大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎。そのきらびやかな表の顔とは裏腹に、真島の運命は佐川という男の手に握られている。3年前、かつて神室町の極道だった真島は、親の意向に逆らったことで組から存在を抹消されていた。やがて真島は極道へ復帰する条件として、佐川からある人間の殺害を命じられる。真島の標的となったその人物の名は牧村誠。しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により、真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまう。それは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった。ここは？ええから入れ。倉庫や古いソファやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかった。けどお前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前一体何者なんや？コウモリの入れ墨いうのは何や？なんでそいつを探っとった？いや、リーさんはリーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれるときちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。封筒、何が入ってたの？若い女の写真や。
同じ女が何枚も隠し撮りされとる。リーさんがそんなものを。なんで。よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや、言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ、飲めや。ありがとう、リーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんはこの写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとる。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの下道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。よう効く薬やで、ほんま。リ、お前何を。こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。ん？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認すんのにわしんどこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。青か、そんなん札が調べたらすぐバレるやろが。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばええ。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。マジマ、ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。この先誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったらいつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。
風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。何しとんのや俺は。おお、マジマ、よう来た、待っとったで。おちょ待て、何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な、お前水草やないか。たった一人で。せやけどこれで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って、お前やったやろ、あの写真の女。今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は、身につけていた衣類などから牧村誠さん20歳とみられます。遺体は損傷が激しく、大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、何やこれは。おい、お前がやったんちゃうんか、あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってった誠の服着とったで。何やと。朝店にデカが来てな、身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、大口会館です。ああ、お前にや。変わったで、真島や。わしからのプレゼント、受け取ってもらえたか。何の話や。決まっとるやろが、牧村誠の死体や。何やと。あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいいや。目的は何や。取引したいんや、あんたと。何わけわからんこと。実は今な、あんたの店で飲ましてもろてんねん。お前グランドに。いや、もうちょっと。ええ店やな、真島くん。わし、ここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。あんたも早おいで。